じゃあオールスターラーメン見ろや、肩来いよ、エントリーシー。お待たせしました。サブスープ半分ぐらいここに入れてるんですけど、ここからここに入れる感じです。げんこつと背ガラと鶏ガラ、全体バランスよく全部入れてます。しっかり血を抜いたものというか、それこそ本当どこにでも家系修行しないんで、勉強会とかはさせてもらったんですけど、はい、修行させてもらってないで、高田のババデブちゃんっていう、これで修行させてもらって、この書き方を教えてもらったんで、なんかこう、なんかどこにこう、どんな感じ、自分の特徴は正直、ちょっとわからないですけど、でもこう、よくみんなお客さんが言ってくれるのは、どこにもなかった家系みたいな、こういい意味で、言ってくれたり。って感じですかね。家系ラーメンで修行してないんで、もう他にも三浦さんとか、大勢清水社長とか、あと、阿佐ヶ谷の大将とかに、こう、勉強会をさせてもらって、なんかいろいろ教えてもらったりとか、本当に最初したんで、それこそこう、あんまり、なんていうか、皆さんが、こう、本当に優しさで教えてくれたら、こう、二の輪やっていう感じです。それがメインスープ。すごいいい色ですね。ね。まあ、本当に僕が今毎日やってることは、なんかこう、これが追加でっていうのは自分の中でなくて、本当にもう毎回毎回、こう、試してる、どっちかわかんないですけど、なんか挑戦してる、感覚で常にこうやる機能でやることが変わってるんですよ。それがこう僕の中で楽しくて、で本当にこうそれってやっぱどっか動画見たりとかどっか修行したりというかは、目の前のお客さんとか自分の味を確かめながらこう本当に試行錯誤してて、その表情がめちゃくちゃなんかいい色だしめっちゃいい色なんですよ、はい、だからなんかあ昨日のやってたことをちょっとあこれ変えたあこれ正解やったなみたいなこう繰り返しです。もともと箕輪さんの、箕輪浩介っていう弁当社の、この人のカバン持ちをこう3、4年前ぐらいにしてて、で、このカバン持ちをして、そこからカンボジアにこう行ったんですけど、カンボジアの時にちょっと交通事故で帰ってきて、その交通事故帰ってきた時に、箕輪さんから、僕が入院した時にラーメン流行らんかっていうのを言ってもらって、自分の中でもう28歳だったんで、もうそろそろ自分の人生パッて軸決めてやらんとダメだなっていうところにそのラーメンが来たんで、じゃあもうこれやるしかないよねっていうので自分の人生決めてラーメンさんやりました。僕たちがこう中野に掃除をやり続ける理由は、目の前の中野の人たちに恩返しとかで、根付いて当たり前のように挨拶とか、中野ではやっぱこう本当に中野の人たちに愛されるような店を本当にしたいと思って、まあ、ずっとこうやってますね。そもそも最近ではふるさと納税もう決まった話、本当だからありがたいなと思って中野のふるさと納税で調べて見終わりで出たら、中野にもお金を申し上げるし、僕らもお金申し上げるんで、それがこう一個でまずは今までやってきて、1月からですね、今までやってきた中の小さなありがとうございます。いつも通り掃除終わりました。いつも通り掃除終わりました。いつもしてないの。やってるよ、いつも相手にやらせてやめとけよ、お前やめとけよ、お前おかみ怖いよ、いつも優しいけど。え、舐めても平気なぐらいだ。でも本当トイレ掃除はね、こうカバン持ち、僕もともと自衛隊だったんですよ。だから自衛隊の時もずっとやってたのと、そこからカバン持ちの際もやっぱこう綺麗に車とかを掃除してたんで、だからこう掃除に関しては別にね、こう苦じゃないですね。僕ホルト生が大好きで、でも毎回毎回ほうれん草はもう切ってますね。なんかまあ素材、僕らは本当なんかでこう他の家系の人とかこのラーメンさんみたいな素材をこだわってるとかいっぱいあるじゃないですか。それよりも僕たちこうやっぱまだまだ素材をこう全面出さんと、それよりもやっぱ自分たちを知ってもらうとか、店を知ってもらうための素材っていうよりかはそっちの方向に今は振ってます。よくよくはね、素材を使った何々さん何々さんとか言った方がで
美味しそうやし、うまいと思うんですけど、それよりもこう最初はやっぱ僕たちしてもらうとか、うん、距離をこう好きになってもらうかとか、みたいなことをやっぱこう大事にしてるっていうのはありますね。いつものかき氷やない、かき氷、いつものはっ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 やっはっはっ、手動かして一番怖いからね。いつもそうやって言うのに、私も分かる。僕は、本当に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 、これがサブスですね。しっかり、これからも、あと営業時間あるんで、向こうに行って、で、これを、次出し、次出しで、こっちに、メインスープで、こっちに入れていくわけ。さっきちょっと味見したら、めちゃくちゃすっきりした状態やのに豚骨があるから、はい、さっき言ったその最初に見た瞬間の、あ、これいいスープやなっていう感覚っすね。本日も過去最高です。これも誠屋なんですよ。誠屋がそれで、もうみんなからしたらちょっとえってなりますけど、でもとはいえこう家系の人たちからしたらスープが最初はちょっとこうやって言いますけど、僕からしたらじゃあ全然別にまた頼まんで、別に頼んでくれたらいいんで、はい、スープ入れます。女性の方の肩っぽい王のバター卵、はい、今出てきました。マヨソもご飯、はい、バターピピン、はい、卵で、はい、いってらっしゃい。マヨさん、ありがとうございます。いってらっしゃい。で、ライスもいっちゃう。優しいの、結婚できなかった。いってらっしゃい。本日松道さん、撮影入ってますんで、もしあれだったら、顔とか全然買ってますんで、言ってください。あと、VIP も奥が入ってますんで、気にせず食べていただければ。あと、最後はちょっと、どうやるか分かんないですけど、お願いします。それでは、今日最高のスープが出来上がってます。お願いします。それでは、どうぞ。はい、いらっしゃいませ、どうぞ。はい、メイン入りました。
ました並盛り。いってらっしゃい。サバス、はいどうぞ。大盛りで。いいよ。
はい、どうもお待たせしました。オールスター、We are Japanese ラーメン。いってらっしゃい。はい、どうぞ。こいつオールスター、セッパー。こういう、こういう。耐え方がなんか、こちらかとか。入ってますんで。いってらっしゃいませ。ご主人さん。建設。ありがとうございます。ここまず大繁盛するっていうのが。大繁盛っていうのは、こう、お客さんを増やすけれども、はい、こう、来るお客さんを、こう、より深く。みたいな、はい、こう吉村さんみたいなこうずっと行列ではなくて、はい、本当にこう一人一人大切にしたい。大体僕らあのキャパ的に1日大体200人とかぐらいなんで、はい、それをこう幅を200人ならとどめながらお客さんを根強くされるみたいなのが僕の中で結構好きで、はい、これをやるためにまずはありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。お母さんありがとうございます。まだ帰ってきてください。話せ。行ってらっしゃい。ありがとうございます。ダルビッシュの愛したキャビちゃん。よしよし。オールスターラーメン見ろや。肩来いよ。行ってらっしゃい。